お待たせいたしました。市民球場です。読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズ、この一戦をお送りいたします。ジャイアンツの先発は左の横川、対するマリーンズの先発は右の有吉、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなくプレイボールです。ツーアウトランナー一塁という場面で山口、背番号51、第9投げました。打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。初球をうまく捉えました。チームメイトが迎えます。右の有吉、マウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは加藤。次は4球目、投げました、打った、破った、加藤、いいバッティング。マリーンズ、ここはなんとかしのぎたい。第4球を投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ、三塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、マリーンズ。マリーンズ、ここはなんとかしのぎたい。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で加藤、打ちました、一二塁間のゴロ、一塁へ送る、アウト、スリーアウト、チェンジ。有吉、踏ん張ってランナー2人残塁。2回が終了しまして3対1です。マリーンズリードで迎える3回です。先ほどツーランホームランを放っている山口、投げた、ボール。第2球、投げた、まっすぐ見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、痛烈、伸びた、伸びて、ライトを見上げた、ホームラン、ソロホームラン、2打席連発、甘い球を完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。横川降板、左の藤岡、今日2番手としてマウンドに上がります。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。山口、第9、バッターの足元、投げた、打ったいい当たりだ、フェンス直撃。山口、ナイスバッティング。さあバッター、チャンスをものにできるか。ジャイアンツ、ここは中間守備を取りました。外れた、ボール。第2球、投げました、見送ってストライク。投球は3球目、打った、痛烈な当たり、ワンバウンドヒットになる、打球が転がっている、ボールは中継、マリーンズ1点入りました。山口、タイムリーヒット、なんと4打。マリーンズリードで迎える8回です。今日2本のホームランを放っている山口、これはいい当たりだ、いったー、入った入った、ホームラン、ソロホームラン。山口、なんとこれが今日3本目、ストレートを狙い打ち、追い打ちをかけるアーチ。さあ、チームメイトからも祝福を受けます。ジャイアンツ、何としても得点を挙げたい9回です。ここまで2安打、吉川、打ちました、これはライトフライになった、掴みました、ゲームセット、マリーンズ快勝しました。ご覧いただきましたように、本日の試合はマリーンズが勝ちました。勝利投手有吉、敗戦投手横川でございます。さて、本日のヒーローは山口、本当に今日は大活躍でした。